ペンネーム名はシンプロスで、コンセプトがそこにある通り、シンプルとゴージャスの造語です。シンプルなものが好きなあなたにも、豪華に着飾りたいあなたにも、少しだけ背伸びしたいあなたにも、今まで通りもこれからもここで見つけてみませんかというコンセプトです。これのこのコンセプトはだいぶ抽象的に言ったものなんですが、もっと詳しく言うと、普段使いできるものからちょっとした特別な日にやパーティーなどにも使えるようなものだったり、そのこのお店で売ってるアクセサリーがその日のファッションの引き立て役にも主役にもなるようなものを売っていければいいなと思っています。ターゲットは女性で、特に若い女性なのですが、大人の女性が好きそうなものだったり、高校生が少し大人なものがいいとかいう背伸びしたいという高校生だったり、とまだまだ若くいたいという30代から40代、50代ぐらいの OL の方だったりにも手に取っていただけるような商品をなるべく売り出していけたらなと思います。以上で終わります。はい、ありがとうございます。自習でしょ。自習枠で。自習枠で。これは。これは好きな鳥好きなの。鳥好きです。鳥好きです。どこの友達。よく決まってるな。よろしいでしょうか。よろしいでしょうかね。はい、ありがとうございました。